お疲れ様、すごかったよ。ありがとう、これでやっと全部元通りになるんだね。大川。大丈夫、緊急処置程度だけど傷は治したよ。でもまあ、服の中までは見てないから、そこは帰ってから月下名にでも頼むよ。そうね、とりあえず命に関わらないならいいわ。ねえ、何？どこまで覚えてるの？精神崩壊してた時の記憶はちゃんとあるよ。だから、僕の過去のことも、メリアのことも全部知ってる。そう、なんだ。今でも信じられないよ。だけどこうしてメリアがいて、石化がこうなったんだ、信じるしかないんだよね。そうだね。ごめんね、ずっと背負わせて。僕はずっと兄弟だと思ってた、四季家に生まれたとばかり思ってた。パト？僕はメリアに謝りたい、話を聞いて思ったんだ。メリアは悪くない、以前の僕が悪かったんだ。それはちゃんとメリアちゃん本人に言ってあげて。うん、みんなには迷惑をかけた、ちゃんとみんなに感謝したいんだ。できるよ、そのために私たちは頑張ったんだから。帰ろう、私たちの場所に。みんな僕のためにここまでしてくれたんだ。この恩、絶対に返したい。今はまだ無理だけど、その時が来るまでにもっと強くならないと。さて、みんなを迎えに行くか。ご主人。ああ、復活したんですねご主人。一気に戦闘力が上がったから特急できちゃいました。ちょっと、待ってよメリアちゃん。私もう体中ガタガタだからゆっくり行こうって言ったじゃん。絶対お姉ちゃん大丈夫。ごめんなさい、ついテンション上がっちゃって。気持ちはわかるけど。それにしてもせっか。どうしたの？ちょっと強くなりすぎてない？もう私普通に負けてるわよ。やっぱりそうなんだ。せっかちゃんの成長は私の想像をはるかに超えていましたから、せっかちゃんの気持ちはよくわかります。ああ、ちょっとショック。まあまあ。とりあえずみんな、ここを降りようよ。ほら、まだろかとか金目だっているんだろ、迎えに行かないと。パト随分印象変わったわね、髪切ったから。そうだよ、メリア欲も。いやー、ずっと髪長いの、気にしてたので、つい。ついじゃないよ、まったく。ほら、二人を迎えに行くよ。パト、あんまり背中越しでオオカちゃんにセクハラしたらダメだよ。下向きの悪いこと言わないでよ。本当、元気だね、結果お姉ちゃんは。慣れましたね、専属品。うん、でもギリギリだった。あと一歩遅かったら、私は死んでいた。走馬灯だったのかな？私の心の中で昔のパトが、諦めるな。って言ってくれたの。それで、朦朧とした意識の中、パトが私の名を呼んで、その方向に向かって、後悔しないように、全部の気持ちを伝えたの。そしてご主人が受け入れてくれたってことですね。うん、それから私の世界が一気に変わった感じがしたの。うん、せっかちゃんは立派になりました。その青く輝く羽、とても綺麗ですよ。ありがとう。帰りながら羽の収納について教えないとですね。うん、このままだと室内ではちょっと邪魔かな。それじゃあ戻ろうよメリアちゃん。パトー、オオカのお尻ばっかり触ってると後で作るわよ。だから人聞き悪いこと言わないでよ。せっかちゃんが専属品、ご主人もそこそこ力を戻してきた。そろそろ動き出さないとですね。それは帰ってからゆっくり話しましょう。今はみんな無事であることを確認しないと。ご主人、私が代わりにオオカちゃんを持ちましょうか。いいよ、みんな疲れてるんだから僕が持つよ。やっぱりお尻を。うるさい、下ネタしまい。いたた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 。うるさいわね、ちょっと我慢しなさい。悪いな、せっかく能力で傷治ってたのに。最後の着地で投げ飛ばすのは良くないですよ。ミスったんだよ。終わったわー。お疲れ様。頭でっかちだらけで嫌になるわ展開。私も総領娘様だど M で苦労するわ。喧嘩売ってんのか。わあ、どいてくれどいてくれー。声聞こえた。わあ、落ちる落ちるあら痛いわー。真似しないでくださいね。するか。ほら、これで問題ないわよ。ここ最近包帯ばっかりだなー。まあ、落ちて死ななかっただけマシだよな。そうだけどあんたが言うなよ。それで、目的は果たせたの。さあな、だけど俺たちにはもうどうしようもできないさ。仲間を信じて待つのみ、ってな。そうだね、もう霊力もガス欠だからあの山にすら入れないよ。だから胸とお尻の話はやめろって。帰ってきた。毒虫相手にやりやがったぜ、あいつら。おーい。目的、達成できたみたいですね。あら、あの子たち。なんかたくましくなったわね。きっとあの霊宝山で多くの成長をしたのでしょうね。青い子、随分精進したのね、見違えてるわ。若さってすごいですよね、総領娘様。何、当てつけ、ぶっ飛ばすわよ。
邪魔した私が言うのもなんだけど、頑張ったわね。これに懲りたら手抜き作業はもうしないことね。そうだな、どんな仕事にも全力で。お前の言う通りだぜ、ハチ。カトガの説明は確認した。副団長も重傷のところ、カマキリ、が保護した。ヒルは、ハエ、が保護、とりあえずここまでの大失敗は初めてよ。そうだな、団長もさぞかし怒ってるだろうな。団長も反撃のために準備をするって言ってたわ。一年ほどかけて。なるほど、団員の補充と実力の底上げか。副団長がやられたんだから当然か。まだ遊戯は終わってないってことだな。面白い。面白い。やっと最高のおもちゃを見つけたんだ。この一年じっくり仕込ませてもらうさ。一年後が楽しみだ。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。